平成31年第2回担当式本試験管理会計論の公表日解説を始めていきたいと思います担当はレクセス専任講師二宮です、えー、どうぞよろしくお願いしますはい、えー、皆さん本試験お疲れ様でした、まあ、今回の管理会計論難しかったですね まあ前回の12月ね受けられた上でまで、あ、今回の5月望まれた方もね多かったことかと思いますけれども、まあ、12月の試験のね、まあ、リベンジという気持ちでね受けた方にとってはですねあの厳しい内容になってしまった厳しい危機会になってしまったのではないのかなというふうには思います。 まあ、かなりね、前回の12月もそうだったんですけれども、あの本当に、まあ、試験ね、あの作る方が変わったんだとは思うんですが、明らかに12月からね、ちょっとこれまでの試験の傾向とはね、変わってきていますので、あの試験の難易度がね、飛躍的に上がっているんですけれども、まあ、今回の5月についてもですね、あの相当に難しい問題が含まれていたので、全体的な分量がまずね、かなり多いですね。 ここはね、本当に見直しをしていただきたいなって思うところではあるんですけど、これまあ1時間で到底解ききれる分量ではないですから、まあ、おそらくね、あの相当できる受験生の方でも3問ぐらいね、あの手つかずになってしまう問題なのではないのかなとは思います。まあ、計算ね、あの8問ありますけども、3問ぐらいはもう全く着手できないっていうね、まあ、そういったレベル感なのかなとは思います。だからまあこれね、試験の その試験としてのね適性っていうのを考えたときに、まあ、3問の全体8問のうち3問ね手つかずだと点数としては20点以上22点ぐらいになりますかね、まあ、22点ぐらいねあの配点としては、まあ、勘で答える要素っていうのが入ってきますので、まあ、22点勘で答える要素が入ってきてしまうと、まあ、全体のそういったね合格ラインにも大きな影響を与えることになりますからそれ勘で答えてたまたまあった人がね受かる試験ではね、まあ、試験としてねやる意味がないかと思いますんでね。 まあ、ぜひねあの、まあまあ、私も予備校の講師ですので、まあ、試験員の方にね、あんまりこういうことを申し上げるのはどうかとは思うんですけども、あの分量については、あの本当に見直しを、ね、していただきたいなっていうふうには思います。難しい問題が含まれているのは構わないとは思うんですけども、ただま、あ,あまりにもね、そういった難しい問題っていうのが多く含まれているので、まあ、全体の分量として、かなりのものになっていますから、まあ、これだと1時間っていう時間の中では解き切ることは到底不可能ですんでね。 ちゃんと時間の中で解ききれる内容にしてもらって、まあ、実力が反映されるような、まあ、試験内容の方にですね、あの切り替えていただきたいなというふうには、まあ、個人的には思うところとしてはありますね。はい、で今回のまず目標点数なんですけれども、まあ、こちらですね、まあ、51.8点と、まあ、だいたい52点というふうに考えてもらうといいかと思いますが、まあ、レックはいつもそうなんですが、まあ、高中低と、まあ、正当可能性を3段階でまあ評価していって まあこの正当可能性、高のものには80%の確率、まあ、中のものには50%、低のものには20%の確率を乗じて、まあ、期待値を出していけば、だいい五52点というところが、まあ、現時点で出せるですね、まあ、ボーダーということになります。まあ、高いと見るのか、まあ、低いと見るのか、まあ、そこの感じ方はねあの、人によって違うところだとは思いますけれども、ただ52点という点数であれば、まあ、決して取れないね、 内容ではなかったのかなというふうには思いますまあ、ちょっと厳しいことを申し上げるようではありますけれどもまあ、これぐらいの点数っていうのは何とかね取っていただかないとまあ、管理会計単体で見たときに全体の足を引っ張ることになってしまうのかなと思いますまあ、というのもね、前回の12月の試験もそうだったんですけれどもまあ、ここ最近の試験の傾向としまして管理については理論が比較的優しめ で計算についいいてては難しもものが何問も含まれているとだから理論で安定した点数を稼いで計算については簡単なもの解けるものっていうのを何とか死守すると。で仮に理論でね8問のうち6問正解することができればそれだけで30点取ることができるわけですから、まあ、残り20点今日取るためにはですね、まあ、計算で3問合わせることができればいいので計算8問のうち3問であればね解ける内容含まれていますから。 そこをしっかりと見極めることができた方はですねあの今回のこの52点っていうのはうまく、ね、乗り越えることができたのかなというふうには思います、はい、またあの後日行われる、ね、分析会の方で今後の対策については詳しく、ね、お話はしていきたいなと思いますけどもあの今回理論で、ね、しっかり点数稼げなかった方に関してはまた今一度ですね、まあ、理論のインプットあるいはアウトプットの方を強化していただいて まあそこの正答確率を上げていかないと、まあ、管理会計単体で見たときに合格ラインをね、超えることがいつまでたってもね、難しいのかなとは思いますので、理論の正答確率を上げることが、まあ、管理会計で目標点数を超えるね、近道になってくると、まあ、そう考えてください。はい、で一応、簡単に各問題のね、あのコメントなども掲載してありますので、まあ、ご覧になりたい方はですね、ちょっと画面の方を止めていただきまして。 これ問題1から問題10まで今コメントが映っているかと思いますけどまた後でね一問一問解説はしていきますのでその時にねあにこういった書簡については述べていきたいなと思いますけれども今、ちょっと一覧でご覧になりたい方はですね画面止めて,見てみてくださいあとまあ問題11以降ですねこちらについてもコメントを掲載してありますので気になる方はねご覧になってください。 あとまあ試験の形式的なところとしましては特に前回の12月と変わるところはないと、まあ、計算理論半分半分の出題で配点ベースだと計算が6割理論が4割という内容になっています、はい、で今からですねあの各問題の解説ですねやっていきたいなと思いますので あの問題、お手元にある方はですね、まあ、ご用意いただきまして、まあ、問題1から順次ね見ていきたいとは思いますけども、もう簡単な、本当にあの詳細な解説についてはねちょっと行いませんので、簡単な解説をしていきたいなと思います。でまず、問題1ですね。いつも通り、原価計算基準からの出題ですね。まあ、これはなんとかね取らなきゃいけない問題ですね。 まあどうしてもねあのこの問題1っていうのはあの試験が始まったばかりの頃ねまだその頭のエンジンがねあのそんなにフル回転していない状態ですので結構ミスが生じやすい部分だとは思うんですけども、まあ、問題としてはねあの平易な問題ということになりますので、まあ、これは正解しなければいけない内容ですね。で選択肢の「A についてはこの福利費が間接経費になるというところが誤りですね。 で選択肢の E については、予定価格等をもって、まあ、材料費の計算をすることができないってなってますけど、これ、できるですよね。予定価格等をもってまあ評価をすることができますよと、はい。もう基本的な内容ということになりますから、ここはなんとか正解したいところです。で、次の問題2ですね。まあ、これ、難しいですねあの。これ一発で合わせた方、相当すごいと思います。 あの私も初め出ずにこれどうするんだろうと思いながらちょっと頭を悩ましましたからねこの労務費の部分がねどうしてもあのミスが生じるところだと思いますここねこういう資料の与えられ方っていうのはおそらく見たことないと思うんですよこの労務費の部分で陳率を出していかなければいけないわけですけど、まあ、その時にこの現金支払い高っていうのが今与えられているわけですけど1584万ですね でこの中に従業員諸手当っていうのが含まれているのでこの従業員諸手当を除いた上で社会保険料の預かり金と所得税の預かり金っていうところを加算するとこれあの仕分け切ってあげるとね解きやすいと思うんですよただまあ,あの管理会計の問題で仕分けを切る、ね、人はいないとは思うのであの冷静になって仕分け切った方はほとんどいないとは思うんですけども まあ仕分け切ってあげればね、ミスは生じないんですが、まあ、借り方、支払い賃金と、であと、初手当てとして386万4万四千円と、で、預かり金ですね、社会保険料の預かり金、あと、所得税の預かり金ですね、もう1個あるわけですけど、 ちょっとまあ省略しますけど勘定科目についてはね要はまあここを求めたいんですよねこの支払い賃金の金額。 申立を計算する際にこの支払い賃金っていうのがどうしても必要となりますので、まあ、この部分を求めるっていうねこういうようなまあ計算の手順を踏むものをね皆さんはこれまで解いたことがほとんどの方は多分ないと思うんですよねだからなかなか対応が難しいのかなと思いますでこの支払い賃金ですね計算してもらえれば1512万っていうのが求まります1512万ですね でこの支払い賃金1512万に対して、当月未払いと前月未払いを加減算してあげれば、まあ、当月の、まあ、要支払い額ですね、まあ、消費賃金合計っていうのを求めることができますので、まあ、計算していただければ、1440万円っていうのが求まります。まあ、もう計算については解説を作り終えているんですけども、まあ、この支払い賃金ですね、1440万ですね。はい、あ,あ、消費賃金ですね、すみません、ここ。消費賃金と。 でこの消費賃金を、就業時間ですね、4500時間で割り算をしてあげれば、1時間あたりの賃率が3200円っていうふうに求まりますので、このまあ1時間あたりの賃率を求められるかどうかが、まあ、この問題の大きな、ね、ポイントになってきたと、まあ、そう考えられますね。はいまあ、なかなか対応は難しかったんじゃないかなと思います。受験生100人いてそうですね。 ここうまく時間内に対応できた方って、おそらく1人、2人いるかどうかっていうレベルだと思いますね。労、は、務、いまあ、費以外の部分はね、そんなに難しいところはないです。まあ、材料費の計算については、まあ、いつも通りこういった下書きを書いていただいて、まあ、主要材料費、補助材料費ですね、まあ、それぞれ直接材料費、間接材料費ですね、求めていただくと。はい で使用材料について、まあ、ボックス上に数値をまとめていただければ直接材料費が2151万円っていうのが求まりますのでこの選択肢の「あ」については誤りだということが分かりますねはいここはまあなんとかね判断できた方多いんじゃないかなと思いますだからまあ現実的な話としては「いとと」と「う」と「え」でここでね まあ整合判断をしていくことにな,るなりますので、まあ、選択肢についてはこの456の3つまで絞り込むことはそこまで難しくないかなとは思います、はい、で労務費の、ね、計算にあたって陳率をうまく求めることができれば、まあ、直接労務費については1008万円で間接労務費については432万円というのが求まります。 で直接労務費1 0 0 0万円に対してこの配布率ですね、まあ、220%ていうところを乗じてあげれば2217万6000円という金額が求まりますので、まあ、これが製造・間接費の予定配布額ってことになります、はい、だから選択肢の「う」については正しい記述であることが分かりますね で製造・間接費の実際発生額ですね、選択肢の位、e、と、A に対して回答するためには、実際発生額が必要になるわけですけど、まあ、これ、集計していかなければいけないと。まず、間接材料費に関しましては、補助材料費のこちらの249万9000円っていうのが、まずね、間接材料費としてカウントされると。補助材料費249万9000円。 で次に、間接労務費については、先ほど計算したこの432万円ですね。であと、従業員諸手当ですね。こちらの386万4千円っていうのも、これも製造間接費の実際発生額を構成することになります。であと、主要材料の倒し原毛と補助材料の倒し原毛ですね。まあ、これらについても、まあ、ボックス書いて計算してもらうと、45万と5万1千っていうのが求まって、 あと減価償却費、資料で与えられているものを、まあ、全て集計してあげれば、2171万3600円というのが求まりますから、まあ、これと予定配布額との差を取ってあげれば、46万2400円の有利債というのが求まりますね。まあ、したがって選択肢の絵については正しい記述であることが分かります。うとが正解ですはい、よろしいでしょうか。 まあ本当に難問ですね。これはもう現実的にはできなくても全く問題ない、ね、内容だったと、まあ、そう思われます。で次の問題3番ですね。見ていきたいと思いますけれどもまた原価計算理論ですね。まあ、選択肢の「あ」と「う」が誤りですね。 A に関しては部門別配布を行わなければいけないっていうふうに書いていますけども、まあ、原価計算基準においては原則として部門別計算っていうところをやることを、ね、推奨はしていますけれども、まあ、そういったやらなければいけないっていう強制力を持つような話ではありませんので、まあ、この選択肢の「A についてはこの「しなければならない」という部分が誤りですで選択肢の「う」に関しては、まあ、ここは上から3行目ですね 環境変化が激しい状況において、まあ、この正常創業度っていうところを予定配布率の算定に用いることが認められているというふうにまあ書いていますけども、まあ、環境変化が激しいような状況ではなくて、まあ、これ、経済環境が安定しているような状況ですね。 正常操業度っていうところを基準操業度に使っていくのは激しいような状況ではなくてどちらかというと安定している状況下において使われるものだと、まあ、そう考えてください、はいまあ、ちょっとこの「う」の部分がねあの正誤判断が難しかったのかなというふうには思います、はい、で次の問題4ですね見ていきたいと思いますけども問題4 まあこれはね一応おなじみの問題と言いますか特にひねりはないのでまあなんとか対応することはできる問題だとは思うんですただまあいかんせんね金額が大きいのでその書き間違いとかですね見間違いっていうのが起きやすい問題だと思われますからあの問題自体は簡単ではありますけれども、まあ、実際に正解を出していくっていうことになると、まあ、正当可能性は中というレベルになってくるのかなとは思いますはい まあ何はともあれ、まあ、今回改定式配布法が問われていて、まあ、動力部門と工場事務部門っていう2つの補助部門がありますからここの序列をつけるところからスタートしていくでまあこの補助部門費の配布基準に関するデータを見てあげれば工場事務部門から動力部門に対しては溶液提供をしているけれども動力から工場事務に対しては溶液提供していないということが分かりますので 工場事務部門が上位、動力部門が下位っていう風な序列をつけることができます。だからこの資料1番ですね、この予算データっていうところを使って、製造部門における予定の配布率っていうのを求めていけば、まあ、こちらですね、まあ、計算結果を見てもらうと、第1製造部門は6936.1、第2製造部門は153.25っていうのが予定配布率として求まります。まあ、ちょっとね 少数点以下が出てくるので合ってるのかなっていうふうに疑心暗鬼になってしまうかもしれませんけれどもここはなんとかねあの乗り越えることができるところかなと一応割り切れてはいますからね波数は出てきますけどね、はい、で次に今回問われているのがこの各部門における原価祭っていうのが問われているわけですけれども、まあ、この手の問題についてはですね先にこっち求める方が賢いですね。 まあなかなかこれも冷静になってねそんな対処できた方いないと思うんですけどもこの工場全体のの製造間接費の配付債ですねそれを求めるっていうのはこれ問題集にもね類似問題載っていますけれどもこの製造部門から予定配布されていく金額の合計と工場全体で発生する製造・間接費の実際発生額との差を取ってあげれば。 まあこの全体の原価債っていうのを求めることができますので今求めた第1と第2における予定の配布率ここに実際の操業水準ですねこの2000時間と2600時間を掛け算した予定配布額の合計値そこから3976万をマイナスすれば、まあ、この選択肢の4番に示されている25万650円の有利債っていうのを出すことができますんでね。まあ、実は 簡単にね計算をすることができる問題だったんですね。まあ、1番2番3番っていうのを検討するのは、まあ、これ部門ごとにね計算をしていかなければいけないので部門ごとの製造・間接費の実際発生額を確定させる必要性がありますからまた補助部門費の配布をするところからスタートするので、まあ、どうしても面倒くさいんですよねだからこの手の問題についてはね まず全体の配布債を求めてそれで整合判断ができないんだったら部門ごとの原価債を求めていくっていうこういう進め方をね、まあ、実践的には行っていただきたかったと、はいまあ、試験問題作った方もそういった解き方をねあの想定しているんだと思います、はい、でとりあえず部門ごとの製造・間接費の実際発生額についてはまあ動力部門費と工場事務部門費ですねここの まあ実際に発生した金額を第1、第2に対して配布をしていくんですが、ただまあ今回ね、何も書いてないんですよね。補助部門費っていうのを製造部門に対して予定配布するのか、実際配布するのかっていうのはまあ書かれてないんで、どっちが問われているのかっていうのがはっきりわからない部分があるんですけれども、ただ仮に予定配布をした場合ですね、これ、動力部門の予定の配布率っていうのは3341.25っていうかなり汚い数字なんですね。これに、 この実際の溶液消費量1 7 5ットっていうのを掛け算した場合これ波数が出てくることになりますんでねまあ明らかにこれは計算としておかしいかなっていうのが途中で気付けるとその点ね素直にこちらの実際の発生額を製造部門の方に配布をしていくっていう計算を進めてあげれば、まあ、特に波数なんかは出てきませんからね、まあ、計算結果はこうなりますはい。 でこれで部門ごとの製造間接費の実際発生額が確定しましたのであとは部門ごとの予定の配布額と実際発生額との差を取ってあげれば、まあ、配布債を求めることができますね。はいまあ、計算結果はこうなりますね。よろしいでしょうか。まあ、以上が問題4番ですね。 で次の問題5番見ていきますと問題5番についてはこれは「い」と「絵が誤りということで2番が正解ですね。で「い、e」に関してはねこれは東級別総合原価計算において、まあ、この東級製品の正常しかを基準として定めた等価係数に基づきこの結合原価を暗分することができると書いていますけども東級別総合原価計算においてはそういった計算手続きは認められていませんよね。 まあ、連算品の計算であれば認められますけども等級別総合原価計算についてはこれあくまで価値移転的な原価計算の範疇に属するものですので、まあ、そういった販売価格の高い製品ほどより多くの原価を負担するっていう負担能力主義に基づいた価値回収的な原価計算っていうのは認められませんので、まあ、選択肢の E については誤りであることが、まあ、これは容易に判断ができるのかなと思います。で、絵についてはね まあこれは国ス、まあ、総合原価計算とかは別に関係ないんですけども特定製品の期末仕掛か,かり品の予定原価または正常原価で評価することができるのは当該製品の期末仕掛か,かり品の数量が毎期ほぼ等しい場合であるとこれ毎期ほぼ等しいような状況の場合この期末仕掛か,かり品の原価を機種仕掛か,かり品の原価をもって評価することができるというのが正しい記述ですね。 いわゆる無視法ですね、無視法。毎期毎期、仕掛かり品の数量が同じであれば、まあ、数が同じなんだったら、基本的にかかってる原価もほぼ変わりがないだろうというね、こういった前提のもと、機種仕掛かり品原価を期末仕掛かり品原価とすることが、まあ、原価計算基準において認められていますね。はいまあ、この問題はね、ちょっと変わり種といいますか、ここの等級別とかね、 まあこの選択肢、「あ」あと,かね、いとか「い」とか「え」もそうですけども、等級別とか、まあ、組別っていうところでね、まあ引っか、引っかかってしまう方がいるんじゃないかなっていうふうに思います。この選択肢、「あ」についてはね、別に等級別かどうかなんて関係ないですから、等級別でも、組別でも、こういった計算っていうのは認められますからね、はい。そこで引っかかってしまってね、 バツだというふうに判断してしまった方もね一定数いるんじゃないかなと思います。はい。だからこの問題は一応正当可能性高という評価はしているんですけども、その実際問題としてちゃんと正解できている方はそれほど実は多くないのかなっていうふうには思います。はい。で。 次の問題6ですね。これがまあ難しいですね。まあ、今回の試験問題の中で多分一番難しいと思います。これまあ時間かかりますね、単純に。かなりめんどくさいです。というのもね、これもあのー、まあ、これ試験作られている方の独特のね、資料の与えられ方といいますか、皆さんが普段よく目にしている資料の与えられ方と少し違うんですよね。そこがね、 対応するのが難しかった要因なのかなと思うんですけれども、まあ、とりあえず製品 A についてはね、まあ、ここはそんなに難しいところではないと言いますか、まずこの中書きの括弧1番ですね、まあ、資料の括弧1番ですね、まあ、当月において製品 A の工程の中間点で製造,とえ製造中の数量ですね、まあ、この中間点を通過する数量20%相当の異常子孫が発生したと。 この50%の地点を何個の良品が通過したのかっていうのを求めた上で、異常子孫の数を計算することになります。はい、で製品 A の生産データを見てもらったときに、まあ、月初 100kg については加工進捗度90%地点からスタートなので、この月初仕掛か,かり品で完成品となったものについては50、50%地点を当月においては通過しませんので、 あくまで前月に通過済みなので、当月においては通過はしませんから、当月における異常子孫時品の数をえ算定する際に、この100キロというのは除外することになります。で、当月、新たに投入された700キロの原材料、これが月末仕掛か,かり品、異常子孫、完成品になっていくわけですけれども、月末仕掛か,かり品については、加工進捗度が20%の地点までしか至っていませんので、まだ50%地点まで届いていませんから、 やはり月末仕掛か,かり品についても、まあ、当月における異常損の発生原因にはなっていないと。まあ、そうなると、この7 0 0ロのうち残り5 0 0ロですね。まあ、5 0 0キロっていうのが50%地点を通過した数ということになりますので、この5 0 0ロに対して20%を乗じた1 0 0っていうのが異常損次品の数量としては求まります。まあ、したがって、 差を取っていただければですね、完成品の数量としては5 0 0キロというのが求まりますね。でこの製品 A の完成品5 0 0キロの金額を計算するっていうのはこれは別になんてことない単純総合原価計算の手続きをすればいいだけですからここはねうまくなんとか対処はしていただきたいところになります。で計算するとこうなりますね。 原料費と加工費について計算をしていただいて、まあ、完成品に含まれる原料費99万、加工費が76万、合計出してもらえれば、完成品,完成品の総合原価ですね、175万1000円とい,いうのが求まりますから、まあ、これを完成品の数量5 0 0ロで割り算をしてあげれば、1キロあたりは3500000円というのが求まります。でこの 製品 A については完成品のうち50%を製品 B の製造に当てていると言っていますので、まあ、この5 0 0キロのうち2 5 0キロっていうのが製品 B の製造に当てられていますでこれまあ見ていただくとねこの製品 B の製造においてはこの製品 A を50%の地点で追加投入しているわけですこの 加工進捗度を50%の地点において製品 A っていうのを追加投入しているんですね。で今ねこの月末仕掛か,かり品っていうのを見てもらうと2 5 0キロはこれは加工進捗度0.4となっていますので。 仕掛か,かり品っていうのはまだ50%地点を通過していないわけですよね。ということはこの追加投入されている製品 A というのは完成品を作るためだけに投入されているわけですよ。この2 5 0キロ分の製造原価っていうのは全て完成品のみが負担することになります。まあ、この月初仕掛か,かり品についても。 製品 A っていうのはいまだ投入されてませんからねだからこの月初仕掛かり品の原料費140万千円の中には製品 A の製造原価っていうのはこれ当然含まれていないということになりますはいだからこれもボックス書くまでもないわけですけれどもこの製品 B の完成品原価を求めるにあたって製品 A について 製品 A の原価の安分について、まあ、月初仕掛か,かり品、月末仕掛か,かり品はこれ投入されていませんからゼロでこの2 5 0キロ分ですね、単価3500円で87万5000円というのはすべて完成品と副産物ですね、まあ、これらが負担することになりますよというのが分かりますね。はい、よろししいでしょうかでまた この製品 A っていうのはこの当初の原材料の10%相当に当たりますのでこの2 5 0キロっていうのは当初の材料の10%相当ですから2 5 0 0 k ロっていうのがまあ当初の原材料ってことになります。 だから完成品に対して2 5 0キロ投じているわけですけどもともと完成品を作るのに2 5 0 0キロのこの製品 B を作るための原材料が投下されているんですね、はい、2 5 0キロ割ることの10%ここもちょっと難しいですよね、まあ、どうやってここの生産データ推定するんだろうっていうふうに考えた方ね 多いと思うんですけどもこの製品 A の完成品に含まれる量からですねもともと完成品に対して投じられている原材料っていうところをね逆算していくとで月初と月末は製品 A は投入されていませんから純粋に製品 B の製造にあたって投入されている原材料のみで、まあ、構成されているとこの5 0 0キロと2 5 0キロっていうのは従って当月投入は2 2 5 0キロというのが求まりますねはい ここは結果的に求まる部分ですでここが求まれば、あとはもう機械作業ですね、まあ、この製品 B の原料費140万と675万ですね、今の数値関係に基づいて完成品月末仕掛か,かり費に安分すれば、こういう計算結果を得ることができますね。はい よろししいでしょうかで加工費については、この当初投入されている原料費ですね、えまあ、この原料費に関する生産データ、ここに加工進捗度を加味してあげて、まあ、このいつものボックスですね、この視点投入される原材料をベースにですね、完成品換算量を求めてあげて、加工費の安分を行ってあげれば OK と。はいまあ、すると、完成品と副産物に含まれていく加工費は549万1500と。 これで、完成品と副産物の製造原価の合計ですね、製品へ、原料費、加工費ですね、まあ、この合計が求まりまして、そこから、この副産物の評価額ですね、マイナスをしてあげればいいと。で、副産物っていうのは、これは、完成品というか、まあ、この工程の終点に至った量品のうち20%っていうのが副産物になりますので、まあ、この2 5 0 0キロに対して20%っていうのを乗じて、 あすません2,500と250の合計2 7 5 0キロに20%を乗じた、まあ、5 5 0キロっていうのが副産物の数量ということになります。まあ、ここもちょっと難しいですよね。副産物の数量を5 5 0キロって求めるところも若干難しいところになるかと思いますので、まあ、いろんなところにねあのトラップが敷き詰められている問題だと思われますからまああの。 一発で回答を出した方は相当精度の高いね。あの計算力を持っている方だと思います。はい。まあ、いないと思いますね。これ1回で解ける人はね。はい。よろしいでしょうか？で、次の問題7ですね。また、まあ原価計算の理論ということで、あとイが正解でウとエが誤りですね。 理想標準原価っていうのが、まあ、こういった炭さん科学の算定のために最も適するとか書いていますけども、まあ、そもそも原価計算基準においても理想標準原価っていうのは真実の原価として認められていませんから、まあ、この炭さんの評価に最も適するという部分が明らかな誤りということがねもう見れば一発でわかるかと思いますでまた原価管理の面から見てもですね まあこれをまあ短期的なまあ原価管理上の目標として設定した場合、理想標準というのは少なくとも短期的に達成することは困難ですので、現場作業員のやる気というのを損なうことになりますから、原価管理という面から見ても、ちょっと問題がありますよと。はい、で選択肢の円については、これはこの予定原価の部分があの誤りですね、ここは実際原価というのが正しい表現です。 標準原価と実際原価を比べて、まあ、原価債を計算していくわけですからね、はいまあ、落ち着いてね読んだ方は×足だということに気づけたかと思いますで次の問題8これは解きましょうこの問題8については十分解ける内容だと思いますので、まあ、これを落としているとなかなか確実に正解できるものっていうのがないのでここは是が非でもね死守していかなければいけない問題だと思います で問題のレベルとしてはねちょっと資料が多く見えますけれども、まあ、本当にまあこれテキストの説明レベルの問題ということになりますから、まあ、こういったものをねあの安定感を持って回答できるかどうかっていうのが、まあ、最近の試験においては一番重要な、まあ、合否を分けるねファクターになってくるのかなと思います。でとりあえずですねあのここの 価格差とかね、購入原料の価格差、まあ、材料受け入れ価格差を計算するわけですけど、まあ、この受け入れ価格差なんかは、ね、もう下書きを書かずに、ね、対応してくださいね。受け入れ価格差なんかは、結局、標準単価と実際単価の差に対して、実際の購入数量を掛け算すれば終わりなわけですからね。いちいちボックスとか書いてるだけ時間の無駄ですんで、まあ、この辺はね、あのスマートに解けるように訓練を積んでください。 まあこの200円と250円の差の50円ですね、1キロ当たり50円の振り債を、これ、2 1000キロ買ってるわけですから、まあ、50円 ×2 1000キロで、105万円の振り債っていうのが、原材料 P について計算される材料受け入れ価格債ですね。はい、でも、Q と R についても同じ計算をしていただければ、まあ、それで OK ということで、まあ、こちらの、ね、計算過程を確認してみてください。 まあここは別に溶けないって方はいないと思いますで原料配合彩と原料ぶどまり彩ですけれども、まあ、このぶどまり配合彩分析ですね、まあ、やっていくわけですが、まあ、標準的なぶどまりを前提とした時の当月投入数量はこれ3万 k ロです、まあ、完成品2万7 0 0 0 k 作っていて月初月末はないわけですから2万7 0 0 0 k に対して9キロ分の1 0キロですね 1 0キロ材料を投入したときに9キロがそのうち完成品となって1キロは原損として消えてなくなるわけですからぶどまり率っていうのは90ですね。だから2万7 0 0 0キロを90%で割り戻せば3万キロっていうのが標準的な原材料の投入量でこの3万キロと2万7 0 0 0の差の3 0 0 0キロですね、まあ、これがまあ標準原損ということになります。 で実際の減損としては3万2 0 0 0原材料を投下して2万7 0 0 0が完成品になって残り5 0 0 0が減損ということになりますので、まあ、実際の減損というのは5 0 0 0ですね、はい。だからこの 2000kg 分というのが要はぶどまり彩なんですよね。まあ、この 2000kg 分というのがぶどまり彩、標準的な減損の発生量を超えて生じた減損。 まあそれに伴ってまあ計算される損失っていうのがぶどまり債に相当しますので、まあ、この2 0 0 0キロ部分っていうところを評価してあげれば全体のぶどまり債っていうのは求まりますで注意しなきゃいけないのはこれ1キロ3 0 0円っていうのはこれ加重平均の標準単価ではありませんからね加重平均の標準単価ここですね1 0キロ2 7 0 0割ることの1 0キロで270円っていうのが加重平均の標準単価ですので こ270円という荷重平均の標準単価を2 0 0 0に対して掛け算すれば54万の振り債っていうのが求まりますので、まあ、このぶどまり債の合計ですね空欄紙の部分っていうのは54万の振り債ですね、まあ、先にそこから求めてあげてもいいかもしれませんねただまあ今回は原材料別に求めていかなければいけないので面倒くさいんですけれどもあの一個一個計算をしていかざるを得ないですね ぶどまり剤については標準的なぶどまりを前提としてなおかつ標準配合割合を前提とした標準消費量と実際ぶどまりでなおかつ標準配合割合を前提とした標準消費量との差に対して標準的な価格を掛け算することによって計算できますので、まあ、原料 P であればこの 3万キロっていう標準的なぶどまりを前提とした当月投入数量から実際のぶどまりを前提とした当月投入数量、まあ、この差に対して標準配合割合を掛け算してあげて単価200円で評価すれば28万の振り債ですねでこれはもうすべてね原材料間であの符号は一致することになりますねぶどまり債については単純に一番初めに求めた、まあ、この54万の振り債っていうのを PQR で分け合ってるだけですんで こここの符号は必ず一致することになりますで配合債についても計算についてはねもうこちらのプロセスを見ておいていただくといいのかなと思いますけども、まあ、実際部止まりでなおかつ標準配合割合を前提とした標準消費量と実際の消費量との差に対して標準単価を乗じることによって配合債が求まりますよと、はい、よろしいですか あと、労務費の再分析が今回問われてますけど、実は今回、労務費の再分析をしなくてもですね、あの上から順番に正誤判断していけば、まあ、この5番が正解っていうのが、ここを計算しなくても分かりますんでね。実はこの部分っていうのは別に計算いらないという問題だったんですね。まあ、もちろん計算してもらっても結構ですけれども、陳、ま、列、あ、債については、先ほどの材料の価格債と同じように、まあ、できるだけ下書きを書かずに対応してもらって、まあ、この 6,500時間という実際の作業時間に標準的な賃率1,800円を乗じてあげて、まあ、その金額から実際の直接労務費をマイナスしてあげればですね賃率債っていうのを求めることができますね。はい、で次に作業時間債の内訳としまして「ぶどまり・能率債分析」っていうのが問われているわけですけれども。 まあ、労働ぶどまり債の部分についてはこれは要は異常な減損に対して投じられた労務費を計算すするわけですよね、まあ、先ほど求めたこの正常減損3000と、えー、実際の減損5 0 0 0キロの差の2 0 0 0キロっていうのが異常な減損なわけですからその2 0 0 0キロを作るのにかかった労務費ですね2 0 0 0キロに対して投じられた労務費っていうのを求めてあげれば労働ぶどまり債っていうのを求めることができます。で 1 0キロ加工するのに3,600円っていうのがかかるわけですから2 0 0 0キロ加工するのにいくらかかるかっていうと1 0キロ分の3,600を2,000に対して掛け算してあげれば労働ぶどままりり債がが万万円っていうのの求すまますね、はい、72万の不利債ですだからまあこの労働ぶどまり債も当然材料のぶどまり債と符号は一致することになります。 で労働能率債に関しましては、これ、実際のぶどまりを前提で、でなおかつ標準能率を前提とした標準作業時間と、実際の作業時間との差をね計算していくわけですから、標準的なぶどまりを前提とした標準作業時間、すなわち3万2000キロに対して、10キロ分の2時間を掛け算してあげれば、標準作業時間が求まりますので、まあ、これと6500時間との差を取ってあげれば、計算できますよと。はい よろしいでしょうかね。まあ以上がね、こちら問題八と。で次問題九ですね。またまあ、バランスとスコアカードについてね、一問問われてますね。まあ一応、上級講座の方ではですね、簡単に概要だけ触れていましたね。 あのここだけ押さえてくださいねっていう申し上げたところがまさに出ているんですけれども、まあ、あの今後の試験においてもね BSC については、まあ、あの突っ込んだ内容が問われることはね一応、出題項目としては明記はされていませんので細かい内容が問われることはまずないと思いますから簡単にまあ概要を、ね、一言、二言で説明できるぐらいにしておくので十分かなといいう,うには思います、はいまあ、出てきてもねこういういうに選択肢1問ないし2問出てくるかどうかというレベルだと思います。 で選択肢の「後と「が誤りで「あ」についてはこれもおなじみですね。まあ、この管理会計においてね、非財務情報っていうのがアウトプットされないっていう記述になってますけども、被財務情報っていうのも当然アウトプットされますね、物量的な情報っていうのも当然アウトプットされる。まさにまあ皆さんがね、あの今さっき見てきた原価計算の問題でもそうですけども、あのそういった物量データっていうのを管理会計システムからですね、抜き取ってくるわけですから。 物量情報っていうのは管理会計における一つの,、ね、あの取り扱っていく情報の中のメインの情報ということになりますから非財務情報っていうところが含まれることはないっていう部分が誤り正しくはこれは非定量的な情報ですねあるいは定性的な情報っていうのは、まあ、管理会計のシステムがアウトプットする情報ではありませんから非財務っていう部分が誤りですよと。 で選択肢の絵については、これ、過去に出されたことがある選択肢で、まあ、見たことある方もね、あの多いんじゃないかなと思います。一問一答問題集やってた方はですね、確実に正解できたと思います。まあ、この、カンパニー事業部やカンパニー組織ですね、まあ、社内カンパニーっていうところをね、組織単位として設けている際に、このガバナンスの観点からですね、 ま各事業部やカンパニーごとの貸借対象表の数値の合計が全社の貸借対象表の数値と一致する必要があると書いていますが、まあ、別に一致する必要性は特にないです、まあ、どうしてもね BS についてはその事業部間で共有で使っている、ね、資産などもありますので各事業部に対して後付けることができないような資産というのがどうしても出てきますから全社、まあの BS と事業部レベルの BS ですね、まあ、そこに整合性が取れなくても特段問題はないわけです。はい だからまあ問題9っていうところはこれは絵については誤りだということがわかりますね。はい、で次の問題10企業価値評価ですね。これまあどうですかね。あのなんとかここまで手が回っていた方であれば正解はできると思うんですけど問題としては簡単なんですよ。 あの勉強してた方にとってはこれは絶対できる問題だと思うんですけどやってない方にとってはまあ解けないと思うんですよねだからまあどちらかというと知ってるか知らないかっていう要素の方が強いね論点だと思います、まあ、フリーキャッシュローをね見積もって割引計算することによって企業価値を計算するというのが問われていて フリーキャッシュローっていうのは税引き後の営業利益に減価償却費を足して運転資用の増減額を加減算して設備投資の金額をマイナスするような形で求められるのがフリーキャッシュローですね。毎期のフリーキャッシュローについては計算してもらうとこうなりますね。はい、で、×5 年度以降ですね。×5 年度以降のところにおきまして、まあ、企業っていうのは永続的に続いていく。 2006年か2006年度以降っていうのは継続的に企業は続いていくわけで,でこの継続的に将来ねキャッシュフローっていうのを生み出していくわけですけどもまあその時に家庭計算をしていく必要性があるとこの2006年度以降の継続価値っていうのは2005年度末と同じ金額が続いていきますよと言っていますので2005年度末に生じる3900万円ですねまあこれを この資本コスト率10%で割り戻した3万9000っていうのが罰5年度末におけるですね、これは継続価値って呼ばれるものになります。2005年度末における継続価値です。でこの3万9000っていうのを求めた上で、この罰5年度の3900と合算するような形で、福利減価係数使って割引計算をしてください。 まあ継続価値の計算っていうところも一つのポイントになってきますね。ただまあ今回はね、フリーキャッシュローっていうのが毎期一定率で成長するっていう定率成長モデルなんかが問われているわけではなくて、単純なゼロ成長モデルの問題なので、まあ、これであればね、なんとか対応できた方もいるんじゃないかなと思います。ただ一応ね、あの企業価値評価については、まあ、論点としてはね、過去にほとんど出題されていない、1回しか出ていないところですので、まあ、 計画選択の方だったら難なくできたかもしれませんけどまだ計画やっていない方にとってはまあ厳しいところかなとは思われますので、まあ、この問題については一応正当可能性は低といいう評価をしています、はい、一応やってない人に対して配慮をした形になりますけども、まあ、計画で勉強されている方にとっては割と一瞬で終わる問題だったのかなとは思いますはいここはだが結構ねはっきりと差がつくところかもしれません で次の問題11これはねあの解き方に気づけたかどうかですね自制か購入かの意思決定の問題ということになりますけれどもこれ一見するとですね 何個未満あるいは何個以上であればどの案がいいのかどの代替案がいいのかをね判断させる問題なのでこの空欄になっている部分を文字式使って推定するのかなっていうふうに思ってしまうんですけどこれ文字式使ってて計算しいいくととかなり頭の中混乱すると思いまする思ま実践的な解き方としてはこの選択肢が与えられていますからこれも一個一個入れていくんですよ。 まあ選択肢案に3万400っていうのを入れて、まあ、この文章を成り立たせることができるかどうかですね。でヒントになってくるのはここなんですよね。ここ年間の予想販売数量が何な何とかこの時ちょうどな何とかこの時この何とか案または何とか案を選択するっていうふうに書いてますけど、まあ、要はこの A 案から C 案まで3つの案があるわけですけどそのうち2つの案について差額原価あるいは差額の利益っていうところが一致するわけですよ。 だからこの3万400あるいは3万4500ですねあるいは5万5800これらを入れてみて大体安価で差額限界や差額利益っていうのが一致するような状況をね作り出すことができているかどうかっていうのを検討していけばいいんですで実際にこの3万400個の場合ですね A 案から C 案までのこの差額の利益っていうところを求めた表になりますけども、まあ、この差額の収益の部分はねそもそも別に大体案間で収益について変わるところはありませんから、まあ、ここを見てあげる必要性はないんですけども、まあ、一応まあ利益に着目した方が分かりやすいかなと思ってこういう買い方をしています別に皆さんは原価を比較するような形でね対応を取ってもらってもそれで OK ですよ、はい、で A 案から C 案まで差額利益計算していけば まあこういう計算結果になりまして、まあ、あのサーク利益が等しくなるような代替案っていうのは存在しないわけですから、まあ、この空欄 A に入る数値として3400っていうのは適切ではないことが分かりますで次に34500っていうのを入れてみるとどうなるかっていうと、まあ、今度はこの B 案と C 案の差額利益っていうのが全く同じ数値になりますので、まあ、この状況下においては B か C かのどちらかを選択するどっちも A よりも差額利益が大きいですからねあるいは差額原価が小さいんでねクーラン A には34,500が入って、まあ、ここのアスタリスクには B 案または C 案っていうのが入りますよとで次のクーラン E についてはもう対処としては全く同じ まーランに関しましてもこの部分ですね、まあ、この予想年間販売数量がちょうど何とかこの時に、何とかまたは何とか案を選択するって書いていますけど、またこの空欄 E に入る数値ですね、代替案の利益をです、ね、等しくするような数量っていうのが入るわけですから、また順番に入れていくことになります。 8万1600というのを入れたときに、ですね、また大体、案間で利益が一致することになると。まあ、計算をしてもらうと、こうなりますね。8万1600で計算をしてもらうと、まあ、この A 案と B 案の差額利益が等しくなりますので、まあ、この場合、A か B かのどちらかを採用することになりますね。どっちも C 案よりも利益が大きいわけですからね。 だからまあこういうふうに、ねまあ、あの空欄に入る数値ですね選択肢が与えられているわけですから、まあ、具体的に代入してみて文章が成り立つかどうかという形で、まあ、計算の方を進めていただければ思っているほど膨大な時間はかからずに済ませることができるかなと思います。で一応完成させた文章はこちらの通りということになりますので、まあ、復習される際は、ね、あのこの完成形ですね、まあ、完成された文章の方をご覧になってみてください。 よろしいでしょうかで次の問題12ですね ABC ですけど、まあ、これはちょっと難しいのかなと思うんですが、まあ、難しいというよりもちょっと自信を持ってね正解詞を選びにくい問題かなとは思います。まあ、選択肢の「う」についてはねこの人的資源について未利用キャパシティを計算することができないと言っていますけどそんなことないですよ。 別に人的資源だろうが、あるいは物的な資源だろうが、未利用キャパシティっていうのを計算することは可能ですんでね、はいまあ、固定給で従業員を採用しているようなケースにおいてね、ね未利用キャパシティコストっていうところを人件費に関して計算することができますんで、まあ、選択肢の「う」については誤りであることが分かります。これは計算問題としても、未利用キャパシティの計算っていうのはねやったことある方が多いと思いますので、 そこのイメージがねちゃんと残っていれば正誤判断はできたのかなと。で絵についてはちょっと悩ましかったかもしれませんけどまあただね伝統的な原価計算の方がこういう風に優れてるっていう風に書いてるようなニュアンスの文章ですのでまあ文章のニュアンス的にちょっとおかしいかなっていう風に違和感を持てた方が多いんじゃないかなと思います。ななんでね間違いいのかっていうはってうはきりと理由を 理由を説明できる方は少ないとは思いますけども、まあ、ニュアンス的に間違いだっていうのは、あの選択できる方はね、結構いるのかなとは思います。はいまあ、この最後の部分、間違いですね、製造・間接費の削減に管理者の注意を向けることができると言っていますけど、まあ、管理者の注意をやはり向けるのであれば、どの活動からいくらの製造・間接費が生じたのかっていうのを把握することが重要ですよね。 そうしないとね、管理者としても具体的にどうすればね製造・間接費を削減できるのかっていうところがわかりませんので、注意を向けさせるのであれば、活動基準、原価計算の方が有益な情報提供が可能ということになります。はい、よろしいでしょうか。で、次の問題13ですね、これ、まあ原価改善ですね。まあ あんんまり見慣れない問題だと思うんですね特に担当生の方はねこういう問題っていうのは解き慣れていないと思いますのでまああの本当に現場で対応せざるを得なかったと思いますただまあこの問題はね実はそんなに難しい問題ではないですね後半の問題の中だと解きやすいレベルなのかなとは思います一個一個誘導に従いながら計算をしていくだけなので一つ一つの計算自体はですねあの本当に 1>, 1分もかからないレベルで回答できるかと思いますのでちょっと空欄箇所は多いんですけども、まあ、順番に上からね誘導に従いながら計算をしていけば OK とで空欄については、まあ、この目標営業利益と見積もりの営業利益の差を取ってあげて利益改善目標っていうのを求めていくで目標 営業利益っていうのはこの売上高に対して目標営業利益率8%が与えられてますんで、まあ、乗じてあげればですね1 8240,000円っていうのが求まりますで見積もり営業利益っていうのはこの22万8,000に50%掛け算してでまた11万1180っていうのをマイナスすれば見積もり営業利益が求まりまして2820ですね で、両者の差を取ってあげれば15,420,000円っていうのが空欄 A に入る数値です。利益改善目標ですね。で、この利益改善目標15,420のうち、この固定費を削減することによって達成できるのが4,020だと言っていますので、15,420から4,020差っ引いた11,400っていうのが変動費の改善目標ということになります。で、今ね、 この22万8000という売上げのもと変動費はいくら生じるかっていうと変動費については11万4000生じるわけですから残り1万1400減らすためには変動費を10%引き下げる必要性があるということでこの空欄ラ、e、の部分については10%っていうのが入ります。これねおそらく回答として多いのはこの1万1400を22万8000で割り算してしまうこういうミスが多いと思います。 まあこれで5%っていうふうにこの空欄位、e、に入る数値をね計算してしまってあれ答えがないなっていうふうに止まってしまう方が多いと思います、はい、変動比率をね5%削減するっていうのであれば構いませんけど変動比を何削減するのかっていうのが問われているわけですから変動比率は5%の削減ですけども変動比そのものとしてはもともとの見積もり変動比から10% 削減する必要性があるよっていうこういうね読み方をしていかなければいけないのでどちらかというとこれはあの日本語の読み方ですね文章の読み方っていうところがねあの重要になってくる問題だったとちゃんと文章を読めた方であればね難なく正解することができるかと思います、はい、であとはもうね機械作業ですよあのこの剣道費の削減目標ですね、まあ、これを 各部署に対して割り振っていくわけですけど、製造部門に対しては、これ全体10のうち4ですね、4割割り振っていくと。この変動費の改善目標1 1400、このうち4割ですね、4560っていうのが、まあ、これが製造部門に対して割り振られていく変動費の削減目標です。だからこの空欄うっていうのは4560っていうのが入ります。で、空欄 A に関しましては、 まあこちら今度製造部門のうち P 工場と Q 工場に対して原価低減目標っていうのを示していくわけですがまあどんどんブレークダウンをしていくわけですけどねこの P 工場と Q 工場に対してこの4560の原価の改善目標っていうのを割り振っていく際の配布の基準としてこちら資料の3番ですね。この 管理可能で2160と1.0 21を掛け算して合計求めてあげれば4560っていうのが配布の基準としては求まりますからこの4560を4560で割り算すればこの配布基準1単位あたりの改善額改善目標額としては1000円っていうのが求まりますんで。 工場 P に対しては2400、Q に対しては2160っていうのが、まあ、改善目標額としては割り振られていくと。はい、よろしいですか、はい、で ?P に対して割り当てられた2400のうち40%ですね。40%。2400のうち40%である960ですね、ここはね。まあ、実際に。 2400改善してほしいんだけれども、とりあえず960っていうのを改善目標としては示していくと。で、これ年間の改善目標額なんで、これまあ、12か月で割り算してあげれば、80っていうのが1か月あたりの改善目標としては求まりますね。8万円ですね。まあ、これが原価改善額の予算ってことになります。この原価改善額の予算ですね。 でこれとこの空欄「をの数値を比べて価を求めていくで空欄「をの数字についてはこれは950個実際のところ生産を行って原価の改善額は8万180円っていう成果を得たとで予定通りの生産数量だったら本来いくらの原価改善額を享受することができているのかっていうのを求めるわけですけどこれ 22万8,000を19,000円で割り算すれば1万2,000っていうのが年間の生産量ですので1万2,000を12か月で割り算すれば1か月の生産予定量っていうのはこれは1,000個なんですよ。予定通りの生産数量っていうのはこれ1,000個なんですねで。で今8万180っていうのは950個作った時の原価の改善額なんでこれまあ 割り算してもらうと1個当たりの実際の原価の改善額として84.4円っていうのが求まりますからそこに1,000個を乗じてあげれば仮に1,000個作れていたならば8万4400の原価の改善っていうのを享受することができましたよとこの8万4400と8万円との差を取ってあげた4400の有利債っていうのが原価改善債ってことになります。 本来ね想定されていた原価の改善額っていうのは8万なんですよでも実際のところですね8万4400も改善できるような状態になってるんですね、まあ、同じこれどちらも1,000個を想定してるわけですよ、まあ、どっちも1,000個を想定して、まあ、1,000個作った時に8万円っていうのが原価の改善目標だったわけですけどそれよりも多く改善することに成功しているわけですから 4400の有利債というところが回答としては求まりますね。か、はいまあ、については4400というのが入ります、はい。だから一個一個の計算自体はね簡単ですので落ち着いて対処できたかどうかっていうところがポイントになりますね。で次の問題14これがね問題としては簡単なんですけど資料がとにかく見づらい。あのー こ,こは本当にねちょっと試験の先生も考えていただきたいんですけどこの問題って別にちゃんと表形式とかでまとまった情報として資料を与えられていればね解けない人ってほとんどいないと思うんですよ。ちゃんと勉強してきた方であればね この追加過去の意思決定の問題についてはうまく、ね、対応することができると思うんですけどいかんせんこういうふうに文字でずらっと、ね、資料を与えられているとどこに何の情報が書いているのかっていうのが分かんなくなっちゃいますから、まあ、単なるその情報処理能力を、ね、問う試験であれば構わないかもしれませんけども管理会計のそういった知識や、ね、あの技能を問うような試験としては、まあ、この問題はちょっと。 あのいかがなものかなって思うところがあるんですがまみ、あ、くにねあのこれ計算の分量も多いですしね1個やらせればいいじゃないですか別にアルファ製品だけ検討させてベータとガンマについては別にやらせなくてもいいじゃないですか結局同じ計算続きやるわけですからねアルファできたらベータもガンマも絶対できるんですよ。 でもそれをわざわざ3つね計算させるっていうのは単純にこれ物量が多くなってしまうだけなので問題としていかがなものかなって思うところはあるんですけどまああんまり文句を言ってもしょうがないのであの出されたものはやらなきゃいけないんですけどもただまあこれはちょっと、まあ、今回ね着手して回答出なかった方は気の毒な問題だったかなというふうには思いますで一応まあ回答を見ていただくと アルファ製品を A 製品に追加加工をすれば、まあ、これは差額の利益としてはマイナスになりますので、アルファについては基本的に追加加工をしないと。で、ベータを今度 B 製品にしていくとどうなるかっていうと、40万の差額利益っていうのを獲得することができるので、ベータについては追加加工を施しましょうと。で、またガンマについてもですね、これ C 製品にすれば、 差額の利益265万円というのを獲得できるのでガンマについても追加加工を施しましょうということで、まあ、このベータとガンマだけ、ね、追加加工をすれば40万と265万の合計305万円ですね305万円というのが利益の改善額として求まりますので2番が正解ということになりますね3050千円ですね 計算構造的なな難しさは全くないですね。単純なこういった資料の読み取りのところで引っ掛けてくるような問題だったと。で次の問題15設備投資の経済性計算ですけれどもまあこちらはねちょっとこの選択肢の「い」がね正誤判断できたかどうかがポイントになってくるかと思います。この 原価係数っていう言葉ですねここ、年金原価係数っていうのが正解なんですけど、まあ、年額原価法についてね書かれているものになりますけども、年額原価法ですね。まあ、これも上級講義で触れた内容ですね、年額原価法についてはね。でただ、この原価係数っていうのが、あの年金原価係数とかを含んだね言葉なのかどうかっていうのがはっきりわからないんですよ。 まあ単純に原価係数って書いてる場合は複利原価係数を表すっていうふうに判断するのが一般的ではありますけどももっと広い言葉の意味としてあの年金原価係数も含んだ言葉であればこの記述は丸だということになっちゃいますんでねだからちょっとこれだけ見てもですねなかなかツなのかなっていうのは100%の角度でツだっていうのは言い切るのは結構厳しいところがあるんですねだからまあグレーなんですよちょっとね三角 他の選択肢っていうのを見てあげて、明らかにね、他に誤っているものがなければ、い、まあ e、については罰だという判断をしていかざるを得ないのかなと思います。はい、で、まあと A はね、明らかに合っているので、い、まあ e の, e、の方がね、まあ、これ間違ってるんだろうなというね、まあ、そういったまあ推測をすることになりますね。で、選択肢のう、これは簡単だと思いますけども、まあ、回収期間法の欠点ですね、この貨幣の時間価値を考慮していないというのは割引。 回収期間法を採用すすれば克服できますけども、まあ、この回収期間以降のキャッシュフローを加味していないというのは、まあ、単純回収期間法だろうが割引回収期間法だろうが、まあ、共通の問題点として、ね、認識されますので、まあ、収益性を、ね、評価することができないというところが、まあ、克,服克服できない問題点としては挙げられますから、まあ、この投資額を回収した後のキャッシュフローを考慮していると、まあ、考,慮あ考慮していないというね 無視しているっていうところについては割引回収期間法にも共通の問題点ですよってことで、まあ、これ誤りですねで最後問題16になりますけども、まあ、選択肢の「A についてはこれは生かされなくなるっていうところが誤りで生かされるが正解ですねこの事業部間の相互依存関係がほとんど存在しない場合は事業部制組織を採用した方がいいですよ逆に事業部間の相互依存関係が強い場合ね まあ、そもそも独立して事業活動を行っているわけではないので、事業部ごとにそういった業績管理をしていくっていう必要性が乏しいわけですよ。独立している事業部であれば、単体でね、業績管理をしていく方が望ましいわけですよね。そこがちゃんとイメージできたかどうかっていうのが、まあ、ポイントになってきます。で、次の選択肢 E についても、これは職能ベスト事業部制が逆ですね。逆。 まあこれは分かった方もいるんじゃないかと思いますけどね個々の製品市場への柔軟かつ迅速な適用によって得られる効果の方が大きい場合にはこれは事業部制組織ですねこういった職能を集約するよりもこういった製品市場への迅速な対応の効果の方が高いんだったら事業部制ですよねそらで逆に職能を集約した方が得だというのであれば職能別組織を採用することになります、はいまあ、ここはもう文章をね 慎重に読めば×だということがわかるかと思います。はいまあ、以上が簡単ではありますけれども、まあ、今回の解説ということになりまして、まあ、本当に冒頭でも申し上げた通りり、ね、基本的に難しい試験内容だったので絶対的なでき不できっていうのはもうそんなに気にされなくてもいいんですよ。 あの目標点数としてもね50点程度っていうところになるので、まあ、中にはねあ,のあんなに勉強頑張ったのに、まあ、50数点しか取れていないっていうところで落ち込んでしまう方もねいるとは思うんですけども、あのー、これあくまで相対評価の試験ですから、まあ、あくまでもう50点以上取れていればねもう合格ラインに乗っかってくるわけですから別に皆さんはねどういう問題が出てきても100点取れるようになるとかね90点取れるようになるとかそんなところを目指す必要性はないんでね。 むしろそういったことを、ね、目指して勉強していくとあの管理会計単体で膨大な時間がかかるようになるかと思いますのでね他の科目の時間を取れなくなりますからむしろ合格可能性を下げることにもつながりますので、ね、管理会計については今回、ね、あの50点台の点数しか取れなくてあの落ち込んでしまった方もいるかもしれませんけどもその方は、ね、別にむしろ合格ラインの点数取れているわけですから自信を持ってください。 でまた今回ね残念な結果になってしまったと、あのーまあ、50点はね超えることができなかったっていう方に関しましても、まあ、まだね他の科目との兼ね合いもありますしあの結局蓋を開けてみないとですね、あのー、合格ラインはっきりしたものはわからないわけですからあ,のある程度ね、あのー、全体の点数として、まあ、受かってるかもしれないというレベルにいる方はですね是非論文の勉強の方を進めていただいて、まあ、この合格発表までのね、まあ、期間ですね その期間というところを大事に過ごしていただければなといいううふうには思います、はい、あとまあ最後になりましたけれども、まあ、ぜひ、ね、本当に試験員の先生方には、計算の分量については、ね、見直しをしていただきたいなというふうには思うところとしてはあります。 あのどうしてもねこんなに分量が多いと時間内にと聞き切ることができないので、まあ、勘で答えるね、まあ、運の要素っていうところが、まあ、試験の結果にあの介在することになりますからやはり優秀な人をね上から順番に取っていきたいというねまあ、そういった試験の あの目標を考えた時目的を考えた時にあの試験内容としてはねそういった目的を達成する内容ではないのかなとは思われますからもう少しあの計算の分量を少なくする例えばさっきのね実製化購入可の意思決あ追加加工の意思決定ですねあの問題についても別に表形式で資料を与えればいいだけじゃないですかあんなに読みづらくしてあのしかもまあ3つの製品をやらなくても2つでいいじゃないですか別にねはいそれぐらいまあちょっと分量削ってもねあの 結局必要とされている知識が同じですから1つの問題で1つの知識が効いてないわけですからねやみくもにその計算の物量を増やすっていうのではなくてあのもう少しね全体のそういったバランスを考えてですねあの作っていただく方がいいのかなっていうふうには思います。はい、ちょっと最後はねすいませんえら偉そうな物言いにはなってしまったんですけれども是非、まあ、ね今後の試験においてはちょっと全体的な分量については見直しの方をしていただきたいなっていうふうには思うところとしてはありますね。はい まあそれではではすね、まあ、これで平成31年第2回の、えー、本試験のまあ公表と解説の方終わりとなりますので、えー、皆さん本日は本当にお疲れ様でした。